こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。あなたのね、はい、足、はい、ね、9月になりまして、7月だよね。そうですよね。だから1ヶ月ちょっとか。7月の28日か。28ですよ。26に出発して次の日だから。28日に小笠原でね。はい。船で転んでね。妖怪船転びね。ああ右足の、うん、小指と薬指の、まあ、中足骨と言われる骨なんですが、そこ2本をですね、うん、骨折いたしまして、そうだよな、小笠原診療所の松葉杖を借りて帰ってまいりました。そうだよな、はい、で全治4ヶ月ぐらいだな。こっち帰ってきてから診察しましたら、まあ、全治4ヶ月と、うん、あそう、うんうん、でも随分早いね、良くなってたね。あの昨日かな、行ってきてレントゲンを取りまして、レントゲン見るなり、うん、早いですねと言われたわけよ。あそう、うん、早いですね。ああさすがあれだね、ヒーラーだね。そうやっぱ言えないね、エネルギー送ってますとやっぱ言えないよね。うん、それで、まあ、あと2週間ぐらいじゃないですか、なんていう話も、まあ、それは分かんないけどね、楽観しててはいけないし、うん、そう早いですねと言われまして、よかったじゃん、うん、おかげさまで。そう、うん、まあじゃあ大体、診断の半分ぐらいで。そうね、目標はそうだったから、もう診断の半分で直してやるぞみたいなね。いいじゃん、うんうん、いい感じですね。いいね、はい、うん、まあ、調子に乗らないように、また転ばないようにですね。でもそうやって自分でお手本をな、うん、見せていかないと。なんでこれはやっぱ本当に骨折って、まあそのまあ、見えない世界とかさ、そういう人って分かると思うんだけども、うん、そこにいかにこう集中して気を送るかと思うんだけども、うんうん、骨折っていうのはレントゲン写真があるわけよ。あ、場所分かるとこだからね、すごいイメージしやすいの。ああそういうことか、うん、イメージしやすいわけ、うん、だから私思うんだけどさ、まあこれはその諸説いろいろあると思うんだけども、うん、医療従事者で例えば解剖とかさ、うん、やっていて、うん、私たちはやっぱり本で見るわけだよね、うん、まあ、今はいろんないい本があって、うん、よりリアルな写真が載っている、うん、解剖図とかいろいろあるけれども、うん、そういうのを勉強している人ほど、うん、イメージしやすいはずなんだよね、うん、例えば胃にエネルギーを送ろうとかさ、うん、この肝臓にとかさ、そうだよね、なんかそういうのに携わっている人ほど、うん、この治療って向いてると思うんだよね。そうだよな、うん、イメージ大事だからね、うん、大事、うん、だからもうどんなことがあってもこの膵臓にエネルギーを送ろうとかさ、うん、よりリアルに見てるお医者さんとかね、うん、そういう人ほどこういう治療って私向いてると思うんだよね。なるほどね、うん、あそうで、うん、あなたはそうやって自分の足をイメージしながら、もちろんそのレントゲン写真を見せていただけるわけじゃない、うん、今撮ったその瞬間に、うん、あじゃあ この辺りに気を送ろうとかさ、うん、こちら側に気を送ればきっと骨はこういうふうにつながっていくだろうみたいなのは、うん、イメージしやすいよね。なるほどね、レントゲンがいいと。でもさ、自分のあれならね、本当にそういうイメージしながらさ、うん、体調悪い時とかさ、うん、良くなるイメージでな、うんうん、だってイメージ療法ってあるわけだから。もちろんあの癌でもあるでしょ、イメージ療法っていうのはね、うんそうそう、うん、これはやっぱりいろんなところで活躍してほしい治療だと思うんだよね。そうだよな、うん、だから本当ね、今流行りの潜在意識だからな。そう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 、よくなると思えばそれが潜在意識に入って、うん、潜在意識の方で治癒力を高めて治してくれるみたいな、うんうん、あの先月私はほら札幌だったから参加できなかったけど、富士見台のキャンディケートのそうそうそうやってるスピーチの投稿の番やったわけですよ、うん、皆さんすごい喜んでくれたって、うんうんうん、そうでしょ、うんうん、分かりやすいんだよ、潜在意識なんとなくね、うん、非常に難しいことなんだけど、うん、分かりやすく上手に喋ってくれたしね、うん、なんか可能性っていうのを感じさせてくれたよね。そうだよね、あもしかしたらとかと思うわけでない、うん、そうだからまあね、気というのもまあ潜在意識に働きかけるんだよな、うん、もちろんもちろんもちろん、で潜在意識同士のこうやり取りかもしれないし、うんうん、だからまさしく気が合う気が合わないなんだよね。そうだよな、うん、だからこの前も私あの三浦先生の防振講座、でそこはいつもグループで座ってグループの人と自己紹介したら話するんだけど、うん、例えばこういうことをやっているって話すると、いや前に気を受けたんだけども全然感じなかったとか、気を出す練習したんだけども全然できなかったんだけど、うん、私にするとえっと思うよね、うん、やっぱりね、うん、誰でも感じるものだと思うし、うん、難しいものではない。そうだよな、っていうのなんだよね、うん、まあこれ世界二十何年いるからさ、うん、でも今までたくさんいろんな人を、まあ、教えるったらこう、うん、なんかおこがましいけどもさ、こうきっかけを作ってきたものとして、うん、だからその方にお伝えしたのはやっぱり気が合う、うん、気が合わないって言葉で、うん、波長がそのやってる先生は確かに素晴らしい先生かもしれないけれども、うん、たまたまその方の気の波動とは合わなかった、波長と合わなかっただけで、そうだ、それはあるわな、諦めないでほしいってことをお伝えしたんだけどね、うん、まあ確かにでもさ、あの、まあ、気候
師とかさ、うん、ヒーラーとか、うん、まあたくさんいるけどさ、うん、やっぱりこれはね、あの例えば歌が上手とか下手とか、うん、ね、絵が上手とかと同じようにね、うん、やっぱりね、あの差はあるよ、間違いなくな、うん、ああ、ね、これは仕方がないよね、うんうん、だその中でやっぱりそれ優れた人に会えばさ、うん、また違った結果が出てくるだろうし、うん、だって別に誰でもなれるんだから、そうだ、ね、あの資格がない、資格がないからね、これそうだよね、そうだよね、うん、だからもう3日習って、うん、あのそれを名乗ってる人もいればさ、もう1日だった、あなた1日でもあるの、うん、随分前だけど電車の中吊り広告で、うん、あなたもヒーラーになれます、貴公子ヒーラーになれますかな、1日でなれるみたいな広告があって衝撃を受けたことなんだ、うん、ね、1日で今ヒーラーってなれるもんなんだって、うん、そう、まあ、習わなくたってできたりするからな、もちろんもちろん、そう、そういう方もいらっしゃるからね、そうそうそう、うん、ただまあやっぱり経験も大事だしな、うん、それからそのやっぱり意識だよね、うん、やっぱりね、まずね、おごってしまうとダメだね、そうだね、天狗になってしまうとか ね、うん、うん、例えばちょっとこう治るとかさ、うん、なるとさ、うん、やっぱりね、調子に乗ってしまう人はいるよ、それは間違いないね、なあ、たくさんそれで見てきたからね、うん、そう、でも俺だってさ、うん、習った頃ね、うん、あのうちのおばあちゃん、うん、腰痛で、うん、動けなかったんだから、うん、もうさ、トイレ行くのももう張っていくような状態だったの、うん、ね、でそれをさ、俺がこう背中さすってさ、うん、ね、腰さすってギュッとある一箇所をギュッと押さえたらさ、うん、おばあちゃんギャーって言ったんだよ、うん、痛かったのね、うん、もうそれ治っちゃったんだ、わかる、でそのおばあちゃんは、うん、それですごいってことになって、うん、しばらくしてからおばあちゃんのお姉ちゃんだよね、うん、が布団干してる時に腰ひねってぎくり腰になって、うん、もう寝たきりになった、うん、その時俺読んだわけよ、うん、で俺言ってあげたのね、うん、でその寝てたおばあちゃん、うん、まあ正座させて、うん、そして背中をスッとひとなでしたわけよ、うん、たらもうすっかり治ったんだから、そうだよね、だからそういうことも起こってくるんだからな、そうだよね、そう、うんうん、だからさ、うん、なんていうの、来てるのはもうどういうことが起こるか分かんない、そうかといってじゃあ今やれてたとできないんだから、だからそれできないと思ったらそれ潜在意識じゃん、ああ、まあそうだけど、ああ、その常にそういう起こるわけでもないっていうこと、うん、だからまさしく気があったんだよね、その人はあなたの出す気を求めてたわけよ、そうそうそう、だから波長として、そう、だから求めてたの言ったらさ、うん、俺に手合わせたんだから、こう手こう合掌してさ、うん、ないやでもそういう感覚だと思う、辛い人はもう、そうそうそう、うん、だからさ、そういうね、うん、なんていうの、奇跡的なことはまあまあある、うん、共鳴現象だよね、そう、これは、うん、別にその人の能力が高いとか高くないとかそういうものじゃなくて、うん、起こってくるんだよね、で、うん、そういうものがあるっていうことを見せてくれるわけで、うん、そこでなんか俺はすごいなんて思ってしまうと、うん、これはね、大きな勘違い、だって私たちは誰でも出せるというところで習ったわけだから、そうそうそう、偉くないよってね、そう、当たり前だからってずっと散々言われてきたから、言われてきてるから、だって誰でもそこで1週間合宿したらみんな貴公子になれたもん、うん、そうだよな、うん、うん、だそういうのが良かったね、なんか1週間そこで頑張るってことは必要だよ、うん、1週間私が習った時、うん、1990年91年か、うん、そこに1週間お金を払って、うん、缶詰になって、うん、お清が道場で修行するということはしなくちゃいけなかったけど、それをきちんとやればみんな貴公子になったんだ、そうだよな、うん、うん、まあ、本当にね、貴重な体験させてもらったしね、うん、だからスタートが良かったよね、誰でもなれるっていうふうに教えてくれる先生だったから、そう、これは特別だよとか、うん、君にだけ教えるよとか、そう、そういうような先生ではなかったってことが私たちにとっては幸運だったよね、そういうことやな、うんうん、で俺なんか別に習ったわけじゃないんだから、先生 の, その取材しててついて歩いてたらできちゃったんだからさ、やっぱり波動が伝わるんだよ、波長が、そういうことやな、うん、うん、同化していくんだよ、そうそうそう、うん、ね、でさ、まあ、その腰痛といえばさ、うん、昨日朝起きたら腰が痛くてさなあ、お仕事を頑張ったせいだと思いますが、まあ、お机に向かって、うん、はい、ね、珍しくね、はい、まあ、その時はもうね、うん、我が家のヒーラーに頼むしかないから ね、 そうだ ね、 ね、昨日3回やってもらったんで、ね、ヒーリングをね、うんうん、だから今日はもういいよ、うんうん、まあ、ちょっとだけ分かるけどね、うん、ほとんどいい、うん、昨日と比べ物にならないよでしょ、ね、一家に一人ヒーラーがいたらどれだけ便利だね、うん、うん、大事なことだね、そう、私は思う、うん、だってさ、腰痛ってさ、うん、病院行ったって治んないんだから、まあね、大体、まあね、ああ、まあ、治らないって言ってしまった人は乱暴かもしれないけど、うん、まあ、痛み止めか湿布か、うん、そんなことじゃん、あとは本当に腕のいい整体師さんとかさ、うん、まあね、そういったところで、うん、そうだね、だから、うん、腰痛とか割と整形外科的なこと、うん、その後の骨折だってさ、うん、
その骨折を治すわけじゃないから、固定するだけだからな、うん、あとは自分の注力だから、そういかに注力を高めるかなんて、ね、そうそう、だから、今のさデング熱もそうだしさ、エボラだってそうだと思うよ。そうだ、ね、やっぱり自分の注力、自然注力をいかに高めとくかっていうことが大事であってさ、うんうん、毎日かかっても軽く済ませることができるように、そう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 、もちろんかからないことに注意することも大事なんだよ、代々木公園のニュース出てたけどね、うん、水全部抜いて、うん、蚊に注意の看板立てて、うん、そこに近寄らないっていうのも一つの方法だよね、うん、そう、でもどこにその蚊がいるか分かんないわけでしょ、もう今となればそれだけじゃないから、いろんな他にもいろんな感染症もあれば、うん、ね、いろんな病気あるんだからさ、うん、ね、それに対してさ、うん、やっぱりもう自分で防衛するには、うん、自分の自然治癒力を高めるしかないわけだな、免疫力を高めてかかっても軽く済む、そう、うん、でそんな、そういう一つとしてまあね、気を受けたりとかさ、うん、いうのもあるだろうしね、うん、まあ自分が信じることやるしかないしね、そうだね、いろんな治療法があるから、うん、そうだね、うん、うん、まあそういうことでね、はい、はい、どうも腰はありがとうございました。はい、ありがとうございます。